自分コミュニケーション能力が非常に優れているなっていうのは、コミュニケーション能力が高いとか、例えばじゃあ俺面白いですっていう人って、はい、自分でハードル上げちゃってるんで、ターニングポイントがあって、それがひろゆきさんの面接で、あれの前は全落ちでした。あーもうではと思って、その時はもうどこでもいいって思って落ちてた時期はあって、その時はどうやって乗り越えたかというと、どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということで今回は合格者体験談シリーズということで、1年弱前ぐらいにひろゆきさんに面接をしてもらっていたきいちくんに今日はインタビューしようと思ってます。ということで今呼んでます。ナダルさん、おはようございます。いや、しゅんさん違う言うてる、やめてください。みやもさん、こんにちは。どうもこんにちは。はい、お願いします。アナゴさん、こんにちは。どうもしゅんくん、こんにちは。久しぶり。誰でやったらいいんですか。今回はですね、キイチくんの合格者体験談を聞きたいなと思うんですけど、最終的に就活終わってどこに行くのかっていうのを最初に聞いてもいいですか。内定先は富士フイルムのグループ会社の一つで、富士フイルムのイメージングシステムズ株式会社というところに内定いただいて、4月からそこで働きます。うん、まず一言で言うと、成功した理由なんだと思いますか。素を出した。おそらく素で臨んだのが良かったのかなとは思います。具体的にはどういう感じで、例えば面接の時とか。具体的に僕がしたことは、自分を低く見せようとしすぎないっていうのは意識しながらやってました。例えばそれこそひろゆきさんの動画とかでも、トイック何点でとか、コミュ力が高いとか、どこをよく見せよう、よく見せようっていうところが先行して、魅力的なところが伝わっていないんじゃないかなって感じたので、あの動画を何回も見直したり、コメント欄全部読んだりして改善をしていきましたね。じゃあ、あえて自分をよく見せようとしすぎないってことに気をつけると、だんだんなんか受かるようになってったっていう感じなんですか。そうですね、もうこのままの私を受け入れてくださいみたいな感じで言ったので、それで落ちてもその会社で働いてた自分が楽しかったかどうかっていうのは怪しいなとは思っていたので、別に気にせずっていう感じで臨んでましたね。ちなみに、じゃあ最終的に就職活動を通じてどういう成績というか、どういう感じだったんですか。成績で言うと9割8割合格みたいな感じですかね。ターニングポイントがあって、それがひろゆきさんの面接で、あれの前は全落ちでした。へー。であれからは面接という形のものは全部合格しましたね。じゃあ視聴者が真似できることとしては、素を出すっていうところと、他に何かあったりしますか。前の動画のコメント欄とか見てると、なんかスペックが高いとか、そういうことを結構言ってくださってる方もいたんですけど、全然そんなことはなくて、もともとトイックも545点ですし、そこから努力してっていう感じでいたので、自分はできない、あの人はできるからとかっていうのを思いすぎずに、自分は自分なりに絶対今までの人生で頑張ってきたはずだし、バイトでもいいですし、何でも、友達関係でも、なければもう就職活動頑張っていただいて、自分の頑張りを認めてあげて、どこをどう伝えれるかっていうのをと向き合ってっていうのは、すごく僕自身しててよかったなと思いますし、皆さんもできるんじゃないかなとは思います。確かに、なんか頑張ったことがないっていう風に思ってる人めっちゃ多いけど、実際、ちょっとは絶対頑張ってたりするから、そこをなんかちゃんと振り返って見つめ直すっていうことが重要ってことですね。そうですね、絶対に頑張っているので、みんなこうしっかりと向き合ってみるっていうのはいいかなと思います。じゃあ続いてなんですけど、どういうスケジュールで就職活動を進めたのかなっていうのを知りたくて、何年の何月から始めて、どういうスケジュールで就活を終えましたか。就活をふんわり始めたのが大学1年生の秋で、ワンデイのインターンとかをちょこちょこ行き出して、1年生の秋ですね。で3年生ですかね、ちょこちょこセミナーとかを受けて、ただガチガチにしているわけでもなく、2ヶ月に1回してたら自分で満足してたぐらいだったんですけど、就職活動が本格的に始まる前年の夏休みぐらいから、 SPI の勉強だけはしっかりしとこうと思って、2日に1回はこの設問1個は絶対解くようにしてました。本格的にそのエントリーしていくっていうのを知らしたのは今年の1月で、1月がエントリーシート、2月が面接3回と、エントリーシート2枚か3枚ぐらい書いて出す、で3月解禁されてからもう
なんで今までやってこんかったんやみたいな思いながら、もうえげつない量の説明会を見てエントリーシートを出して、で4月に面接が始まって、でそのまま4月の末に内定いただいてっていう感じでした。でそれだけ1年生の秋からさ、たまにセミナーとかインターンとかに行ったりしてても、うん、やっぱ最後もっとやっとけばよかったって思うんだね。企業の数をなめてた。絶対に規模感関係なく素敵な会社っていうのはいっぱいあるにもかかわらず、時間がないということによって大手にばっかり目が行くみたいなところがあったんで、うん、なんか自分にやってる会社っていうのはどういうところなんだろうなとかっていうのとなんかあ、大丈夫ですか、奈々さん。奈々さん大丈夫ですか。大丈夫じゃないって、飲むか。やめてください。自分の軸が固まってきた時に出てくるいい会社っていうのと、ただ単に企業を選んでる時のいい会社っていうのがまたちょっとずれてくるので、うん、軸が大体固まってきたぐらいに企業を見ていくと良かったなと思うので、軸としっかり向き合う、自分がどういうことで幸せを感じて、どういう風な生活を将来送りたくて、誰に対して何をどういう風に提供したいかとか、うん、まあ、そこら辺まで向き合えてたらもっと違った就活できたのかなとは思いましたね。どうやったらその軸って固まるんですか？前提、軸はそんなに固まらないと思ってます。自分だけでは。軸は絶対にこれがいいっていう側面と、絶対にこれは嫌っていう側面をこう一緒にこうした時に、まあ、残ってるもんっていうか、うん、こういうのがいい、こういうのがいい、こういうのがいいっていうのをしていったらキリなくて、うん、この軸やったらここにも当てはまるし、この軸やったらこの会社にも当てはまるしみたいなことになるので、だから僕は嫌なことをちゃんと洗い出して、消去法的な考え方も大事ってことですね。そうですね、消去法をしっかりして、その中で自分が聞かれる言葉とか将来像に近いような言葉を選んでいくと、なんか軸って言えるのかなとは思ってますね。ちなみにこれだけは嫌っていうのはどういう軸だったんですか？余裕がなくなる生活っていうのが嫌で、余白を常に持ちながら生きていたいなっていうのはあって、うん、そういうところは意識してました。うんうん、でそのこれだけは嫌っていうのはどうやって見つけたとかってありますか？喫茶店とかで大人の方とお話しさせていただく機会は多くても、常連さんとおしゃべりみたいな、うん、でそういう人たちから話聞いてると、なんか余裕がある人は本当にいろんなこと余裕持ってやってはるし、金曜日の夜とかにこうなってる人とかは本当にしんどそうな話をずっとしてくださったので。喫茶店で学んだんだ。じゃあそれを結構、そうですね、もう喫茶店とかもいろんなところでいろんな人と話す機会は運よくあったので。新手の OB 訪問の方法だよね。 OB 訪問は別に OB じゃなくてもいいかなっていうのもありますし、その会社じゃなくてもいいかなと思いますし、うん、もちろんね、その行きたい企業があるんだったらそこの人と話して感じるものが一番いいかなと思うんですけど、うん、まあ、視野にも余白持ちながらこう、うん、広く見れたらなと思いながら、いろんな人と喋るっていうのはしてました。うんうんうん。就職活動を通じて、もうめっちゃこれ大変だって、辛かったなって思ったこととかってありますか？でそれをどう乗り越えたかも知りたいです。最初の面接で落ちた時が一番しんどかったですね。本当に行きたくて、その会社にエントリーシートをいろんな人に見てもらって書いて、エントリーシート受かって面接ですってなって、で面接の前にも2回説明会行って、説明会の後も残って、で人事の方とお話して、うん、で石橋くんだったら大丈夫だよ1時はみたいな言っていただいて、でも2時からはこうこうこうだから、こういうところ対策しなみたいな言っていただいて、一時で落ちたんですよ。もうではと思って、その時は、うん、もうどこでもいいって思って落ちてた時期はあって、うん、でその時はどうやって乗り越えたかというと、うん、旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。